いや今イテウォンに来てます。イテウォンって言ったらね、イテウォンクラス僕も見たんですけど、であの刺繍なんかポパイに乗ってた、なんかその刺繍をしてくれるお店があるっていうのでちょっとそこ探して歩いてます。これでもあれだね、本当なんかイテウォン の, あのドラマのなんか出てきた感じの雰囲気じゃない。でここの通りが大変なことになるんじゃない、いつも。ここや、多分ここ、ここだ。お店全然違いました。おばさんがすごい優しかった。こっち？かい、クキ、クキルサ、オールカインズオブエンバイダリー。ちょっとやばい、画質が来た。ここや。ちょっと入って。オールカインズオブエンバイダリー。クキルサ。すごいすごい、うん、すごいすごいすごい、レジェンド、うん、レジェンドレジェンドレジェンドエンバイダリー、うん、うん、ここはあー、ここ no パッケット、あー can look at パッケット、ポケットつけなくてもいい。 this one is the same color、 same color、 this one is the same color、 this one。 ちょっと完成が今日の夜か月曜の朝お渡しなんで、ちょっと楽しみですね。はい、7時になりました。7時に、出してた刺繍が完成するということで、ちょっと取りに来まして、はい、ちょっと見てみます。できてるかな。あ、来る。あーすごーい、すごーい、うわー、アイロンシャイグ、アイロン、すごいよ。おー、ベビー、あー、センキュー、アブタムニダ、いやー、素晴らしい、素晴らしいです、もう素晴らしい、はい、ナンバーワンコリアンエンブロイダリーアーティスト、I am Korea. Yeah. Joseon. Yeah. Me. You. Yeah. Oh. Okay. Today. Okay. Today. Yeah. Today. Yeah. I am. Here. You're famous. Yeah. すごい。すごい。ちんちゃすごい。ちんちゃすごい。Very very cool. すごい。Very cool. めっちゃクール。いやすごいですね。ここに来たらもうね、いろんな刺繍できますから。ねえ、すごい。オリジナルだ。オーバーね。オーバー。最高でした。できてた。もうめちゃくちゃいい仕上がりで。そう。やっぱあのハングルのベストに入れたのがすごい良かった。良い感じ？いい感じ。でも入れるとこはめっちゃ良さそう。うん。もうね、大満足です。しかもこれで、うん、1個多分1000円とかでやってくれてるから。結構なんかこう韓国の、ね、旅の思い出にこういうスーベニアジャケットを作って ね、うん、あの友達にお土産とかね、うん、するのもいいんじゃないでしょうか、ね、どう、うん、米粉、はい、米粉のドーナツ、うまい、美味しい、カンジャンシジャン、人気の食べ歩きスポット来ました。こんな感じで、夕方なんですけども、もうめちゃくちゃにぎわっております。多分ネットフリックスかなんかで出たんじゃない多分。あのおばちゃんおり、ネットフリックス有名なおばちゃんじゃない。意外とスッと入れました。美味しそう。このなんかみんなで円になって食べる感じもね、いいですね。あ、めっちゃ海苔のいい匂いすごい。
でも小木茶の真っ赤だね。うどん届いたんだよ。ちょっと先に。カルグクス。カルグクス。カルグクス。じゃあいただきます。えい、お行儀悪い。絶対美味しいじゃん。優しい？優しい。麺太麺だね、ちょっと平打ちの。どう？うん。うまいし、うん、これ多分あの締めとかにいいかも、うん、さっぱりしてマジうまい。海苔と一緒にこう、こういくのキムチと一緒に食べても美味しそう。あ、Thank you。 ウォーター。これ何？餃子？マンドゥ。餃子？餃子だね。これがね、すごい人気なわけで、なんか美味しそうだよね。じゃあまずこのプレーンから。すごい、次から次へと一口。いただきます。熱そう。熱そうね。気をつけてね。お水着た。どう？これめっちゃいいわ。あ、ほんと？うん、ペロリいっちゃうじゃん、これ。何味？キムチ？あ、ほんとだ。何味？首にかけたら？あ、うまい。食べや。もう食べるよ。これさ、ボールない。うまいよ、めっちゃ。超うまい。うまくない？うまいよね。確かに。肉肉しい。あっさりしてる。そう、あっさりしてるんだよね。完食しました。めっちゃうまかった。もうこういう外で食べるのが一番うまいね。行きましょう。次もなんか食べましょう。巨大ポンチャックマシーンで一杯やってる人見かけました。こういう飲み方もなかなかオツですね。いや、韓国はね、活気があっていいっすね。うん、市場も活気があります。並んでるやん、めっちゃ。ここじゃない？もしかして。プチョンユッケ。これでしょ、行きたかったとこ。メニューこんな感じで。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。牛肉スープいただきます。あ、煮込まってて、ものすごい柔らかい。めちゃめちゃ動いてる。タコの踊り食いや、これ。じゃあちょっといただきたいと思います。こういうこと？見て、全然これ動いてんだよ。タコがまだ。これ、うん、辛い。美味しい。うん、うまい。こうして、こうして。
아마이년맞춰요다자자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 자食べたよねって言おうとしてる日本のさ、うん、焼肉屋でさ、うん、そんな料理よく言って食べれなくない食べれないなんでだろうね効率的に無理あ、そういうことでそれをこのお箸でちょいってお箸でまあ、いいや。うん。ね。食った食った。一人絶対一品って言われるとこが多かったけどさ。言われなかったじゃん。だからだ。うん。量多いんだ。量多いよね。量多いよ。ただいま、時刻は8時20分先ほど市場でご飯を食べて今夜中の8時なんですけども、普通に外が明るいので歩いて隣駅まで散歩したいと思います。最終日の夜は、宿泊している L7 ホテルのルーフトップバーでお酒を飲みます。僕はカフェオレです、まあ、なんだかんだ一日中ね歩き疲れてこういうとこでねちょっとチルできるとなんか旅の締めくくりにはすごくいいんじゃないでしょうか。まあね、眺めもすごくいいですよ。東京に帰ります。無事に日本に着きました。韓国、4泊5日の、大旅行ではございましたが、買い物もしましたしご飯も食べました。韓国の友達にも会って、私の、家族とも、過ごすことができて、大変充実した旅行になりました。ちょうど今の時期ねめちゃくちゃ過ごしやすかったんで、もしね、韓国行きたいなって迷われてる方に今の時期すごいおすすめかもしれないです。もうね、なんといってももう今はね、ファッションだったりね、カルチャーの面でね、すごく、発展を遂げていて、多分世界のね、トレンドの中心にいること間違いない国だと思いますので、いろんな刺激になるんじゃないかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。